思い出せる範囲で河野さんが取った資格と級を知りたいです。数件一級、英検一級、まあもちろん医師国家試験、司法試験、まあ司法試験の前に司法予備試験。まあ実は司法試験より司法予備試験の方が難しいんですよね。司法予備試験さえ受かっちゃえば、まあ割と司法試験っていうのは受かる確率がかなり高いっていう感じなんですけど、まあ司法試験と司法予備試験、あと、関係も準一級持ってて、 あとは世界三検定も持ってますね。あと地味にメンサー持ってるんですけど、メンサーはまあ入会するためにお金払わなきゃいけなかったっぽくて、僕お金払ってなかったんで、メンサーに合格はしたけど、入会してないっていう感じです。はい。メンサーって確か IQ が上位3%みたいに言われてますけど、なんか今更上位3%ですっていうのを、 わざわざ言わなくていいかなっていうところもあって、まあ、メンサーっていうのはあんまりあれなんですけど、はい。まあ、そこら辺ですかね。